こんにちは、国尾です。今日も、これから出かけるっていうところの前に、お届けしとこうかなと思いました。あー、いきますか。えーと、今日はね、モーニング娘。2-0、牧野マリアちゃんについて、えー、触れていきたいなと思っております。お付き合いください。 えー、マリオちゃんをちょっとザクッとヒストリーとして振り返りますか。えっ、ー、とね、ハロプロ研修生17期という、うね、その辺、ちょっと調べたい人はハロプロ研修生17期で全部出てきますんで、見ていただければいいんですけど、そこがまあ彼女のキャリアのね、えー、と表向きスタートということになっております。まあもちろん お子供の頃から他のオーディションであったりとか様々というところこれは全部割愛できますからね、えー、そこはとにかく置いておいて、えー、マリアちゃんハロプロかわってからというところのお話し,していきましょうもう最初のこれは動画でもちょっと調べれば出てくると思いますけれども子供ですよねもう今の牧野マリアからは。 想像はできるけれどもつながりにくいところをたくさんあるな,なかなかな子供からのスタートということでねえー、それがまた魅力なんですけれどもえー、マリアちゃん野球がもう幼少期からお好きということでそこ変わらずでその辺り、まあまた最初の頃は見えないけど今振り返ってみればまあつまり素直ないい子なんだなというところが。 分かるといいうことでございますさあそして、えっと、研修生のキャリア中にですねやっぱりねな名だたるといいますか、えー、例えばアイドルと言っても歌と踊りというところがハロプロはメインになってくるんですよね。でそのメインの作業仕事というところに、えー、まあスポット当ててみるとまあちょっと控えめ な感じね可愛さは結構ドーンなんだけどメイン仕事部分どうすんのみたいなね、うん、<laughs> まあこれディスってないですよここそういうのがそういうところがえっ、ー、とアイドルという枠組みハロプロという枠組みではめちゃめちゃ輝いちゃうマジックが起こるから楽しいんですよねじゃあ どんなところが輝き出したのかに入っていきましょう。えー、とひとまず牧野まれちゃんがモーニング娘。に入ったね12期ですねモーニング娘。12期以降というところでいうと、まあ、この12期の方々、ね、4人いるんですけども、まあ、これも比較,比較的歌とダンスの控えめな期,期というか世代というか。 ね、もう言い方があれですけど控えめダンス謙虚な謙虚なパフォーマンスの人たちってことでいいんじゃないですかね。でその中でやっぱりマリアちゃんのバースデーイベントなんていうのを最初期の頃から拝見していますとソロで歌わせたら結構結構これ見栄えもそうですけどいいんですよ。これあんまり お気づきでいらっしゃらない方多いと思うんですけど歌歌っている姿姿姿勢でえっ、ー、といわゆる歌唱力っていうのはもう1.5倍増しぐらいに全然あの補正できますんで、まあ、下手したら倍ぐらい補正できますんで、えー、そうでもそれを聞いたらそんなに控えめでもねえなえわ、ね、かりにくいかえっ、ー、といいということを言いたかったんですね これはねマリアちゃんだけに限ったことじゃないんですけれども特にマリアというのはあ見栄えがいいですからもう年々見栄えが良くなってますねもう結果過去最高ぐらいになっててまい、うん、ったなっていうことですよちょっとマリア好きとかいうのが恥ずかしく恥ずかしくなってくるぐらいというのが昨今のあるあるじゃないですかマリアを初期からおっしゃって。 いいなんて言ってたんだけど今言うとあそっちかみたいになるっていうねどっちだよって話だけどまあ分かる人は分かる <laughs> でまあマリアの良さをもう少し、えー、とソロのところをモーニング娘。内でのいいところというところをお話ししていきたいんですけどマリア自体が前向きなのもあるんですけど個性を見失わないことです。個性を見失わないじゃあ何を個性としてるんだ先ほど言いました。 ベースボールバカというかねニチハムバカっていうとねまるでお前またディスりだしたのかっていう話になると思うんですけど違う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 えー、っとマリアのバカっていうまあここで言うバカっていうのはもう特殊技能能力そっちの話ですね。 一つのことを掘り下げて、それに対してプレゼンできるまでの力を手に入れると。これってね、あの、天才、天才とバカは神人への、神人へ持ちの人ですよね。どっちかだけだと、結構どっちでもなかったりするんですよね。天才だけ持ってても、なんかわかん、わかんねし、みたいな。で、バカだけ持ってても、馬、う、鹿、ん、じゃんっていうそ。そういう話なんですけど、 で、これのね紙一重感まだまだ先もある紙一重感もうバレ出してるってことですよね。まあ、先昨年2年前だったかなちょっと2018のオフだったか19の頭だったか忘れましたけど BS かなんかのメジャーの番組ですよねそれで牧野まりあちゃん出てた時なんていうのの話聞いてたらもうなんて メジャーをちゃんと取材してるやつらもデータでちょっとマリアに勝てないみたいなシーンありましたこれも検索したら動画これでも BS は出てこないのかなちょっとあるような気がしますよ。もし何だったらうちで録画してるかいうそういう話ですけど、えー、何が言いたいかというとすもうねちょっとあるじゃないですか「バカと天才紙人絵系」な人ってすごい数字入ってるんですよ。 数字入っちゃってる人って数字しゃべりだすともう相手が分かってなくてもガガガッとくるんですよね全然もう、うん、えー、えー、ってもう圧倒的に置いてかれてるんだけどもう楽しくなってきちゃってるからダ,ダダダダダってなっちゃうんですよ。そういった意味でのやっぱりいいスペシャリスト感というのは半端ないですね。 でじゃあまあ各いう歌のダンスどうしたお前とねそこ戻ってみましょうかえっ、ー、とマリアちゃんダンスね見た方ダンス部なんてのもありますけどもハローこれはハロコンで見ることができてハロステとかでもちょっと出てたりするんですかねダンスピカイチですえっ、ー、とピカイチなポイントを一つに絞りましょうお笑顔の中で 体の形が映える。これですね。あともう一回決めた笑顔は、あの、何十回、何百回でやってくれます。もう、ウィン、ウィンクとかも、一時期多発してました。はい、これいけると思ったら。もう、一曲の中で10、十、十はもちょっと持ったかもしれないけど、それぐらい。やるなお前。うん、お、そうそう、そんなか。<laughs> 素晴らしいですよ。 で、ダンスの中ではもう、体の大きさもあるんですけど、これ目立つんですよ。で、やっぱ本人がガッツリ自分もやってきましたよと。見せ、見せ足りますよと。というところで出し惜しみがない感じっていうんですかね。これがもう最大の魅力です。えー、お父さん、お母さん、お姉さん、お兄さんが、もし、息子、娘の発表会を見に行った時に、もう、 内容どうででもいいです出し惜しみなく全力でやってくれたら「応援し、うん、応援してたけど結果とかじゃなくて「言ういいじゃんって、ね、なりますなりますもんだからこれね要はね歌えようが踊れようがねど,どうでもいいって気持ちになるんです もうあそんなまだそんなこと言ってんですかっていう。マリアの話でま、まだそんなこと言ってるんですかまだ1.5倍増し、2割増しにな,なってないんですか増し増しじゃないんですか、ね、<laughs> いやこれはね、思うんです。アイドルが何なのかということと、ハロプロが何なのかというところを、 たくさん考えたり、理屈理論武装しようと思ういますよ。お酒飲んで話してたり、ちょっとあの俺,俺の価値観と本気で価値観交換。今日しとくかみたいな時に言うんですけど。まあまだあま、まあ、されてないなっていう風になると覚醒されてないなみたいなもんなんですけど、ちょっとやっぱり話の方向性変わってくるんですよね。しっかりしっかりとした段取りと数字で言ってくる段階の人だと。あ まだまだ、うん、そういうことですねっていうね、うんまあ、こっちはもうどんな時もなってますから <laughs> 何,もなな何が言いたいか分かんなくなってきますから戻しますけどでダンスはまあそんな感じで歌ももちろん最初に言った通りもうこっちは覚醒してるんで、あのー、そういう空気から流れてくる音とかじゃなくてもうこういう感じでなってますってなってますから。 あんまり問題はないですあとはちょっとね、えー、と機械トライアルが物理的に少ないんですね。あのー、まあ今日,今日本人本人っていうかモーニング娘。の曲の中でもそうじゃないという2016年ぐらいですかこの曲以外でなんかマリアらしいマリアをドドンと見る楽しむことがなんともう6年。 ぐらいになんですか、ね、モーニング娘。5年ぐらいかなるんですかね。五年ちょいか。ちょっと,ちょっと甘いわあの。見積もりが甘いわ。<laughs> いや、まあ、マリアいけるんじゃねって思ってるところの中では、まあ、これも、こちらも控えめな形で。で、なんで露出してるかって言ったら、もう、雑誌ばっかり。うん、脱,いで脱いじゃいないあの。薄め。薄めばっかり。 薄めの肌露出度上げ目のみたいなねいいですよ美しいから見ててねあのおこう来たか醍醐味です、うん、でもねこれ面白いんですここみんな共通してるんですマリア好きな人たち全員いやいやいやエロえ、まあ、ちょっと言葉あれだ <laughs> セクシー方面が見たいわけじゃないんだと。 これねもしハロプロ知らない人いやいやそう言っても男性の方々そうじゃないんじゃないんですかとわかりますあゼロじゃない成分的にでもねこれ比較的比較的マジでエロ成分そんなに求めるならハロプロでってなんてないかななんて思います話を盛り上げるためにちょっとそこもそこも増していくこれありますよ でも話盛り上げるぐらいでいいかなっていうね。うん。<laughs> ちょっと何の話をしようと思ってるかわかんなくなってきそうなんでこの辺で、えー、まあ、そのセクシー方面はやめておきましょう。えー、何を言いたいかというとマリアちゃんのポイントですね。まあ可愛いらしいそして努力が素晴らしいあとバッカとバッカとじゃねえや。あの もいいや誰ぞ天才が紙一重ねえこういうところうんでまあ全ての中でそれが今2020年このタイミング最大の美しさの中で消化されてしまっているためにともすれば今気づいた人とかってもう全部なくてもいいことになっちゃいます怖いですね人間ってねなんか錯覚 幻幻想みたいなね最初と3つにしようか、ね <laughs> うん、怖いですまあじゃあ本日というのはこの後そんな思いを抱え抱きながらね名古屋マリアバースでね行ってきたいと思ってますよマリアのいいところを話せる時間はいい時間、ね、それが言いたかったもしよろしければ ちょうどお会いしましょうは無茶かもしれないけどどこかお会いした時にまあアイドル,イドルハロープロの醍醐味ということなので歌でもなく音楽のね曲とかでもなくダンスとかでもなく「周りはいいよね」なんていうのね話したらなんかうれしげーかなーっていうことでございましてお誘いの動画でした。 まあそれでは今日はこの辺にして、えー、もう出かけてきちゃいたいと思っていますので、えー、後ほどまたは明日お会いしましょうクニオでした。またね。